シンクパッド X1 カーボンは2012年にレノボが発表し毎年新機種がリリースされているハイエンドノートパソコンでありシンクパッドのフラッグシップモデルであるシンクパッド X1 カーボンタッチはマルチタッチに対応しており Windows 8、Windows 8.1、Windows 10のタッチ操作に対応している2012年8月の初めレノボは シンクパッド X1 の後継機としてシンクパッド X1 カーボンを発表した。X1 カーボンは中国市場で人気を受けて中国で最初にリリースされた。2012年11月、レノボは Windows 8のタッチ操作に対応するためにタッチスクリーンを搭載したシンクパッド X1 カーボンタッチを発表した。このディスプレイはマルチタッチの技術が使われており、 同時に10本の指を検出することができる。X1 カーボンタッチの SSD の性能について、インギャジェットは次のように述べている。この機種は起動までに11秒ほどかかり、これはウィンドウ8の同じクラスの PC と同様である。我々は SSD が読み書き速度が共に非常に素早いことが分かった。我々は SSD を搭載したウルトラブックを試す最後の機械だと気づいた。 シンクパッド X1 カーボンを最大まで開けた状態。シンクパッド X1 カーボンの日本語、キーボード、トラックポイント、トラックパッド X1 カーボンは、ハードディスクの代わりに SSD を搭載している。基本となるモデルは 4GB のメモリ、インテルコア i5 から 3317U プロセッサー、128GB の SSD を搭載している。 最も高額なモデルでは、インテルコ i7、256GB の SSD を搭載している。X1 カーボンは、優先 n を使用する際はドングルが必要になり、一部のモデルには 3G、4G の携帯のモデムが搭載されている。X1 カーボンの基本モデルは16900ピクセルで14インチの t n 液晶を搭載している。 X1 カーボンの重量は 1.35kg で、横 12.8mm、縦 8.94mm、厚さ 17mm ほどの大きさである。X1 カーボンの枠は、軽量のカーボンファイバーでできており、艶がない黒で塗装されている。2012年11月、レノボは、Windows 8に対応した、シンクパッド X1 カーボンタッチを発表した。この、 ノートのディスプレイは10本の指を同時に識別することができる。C ネットの批評で大学カーマンは次のように記述している。シンクパッド X1 カーボンが他のシンクパッドと多くが異なっていることが一目で分かったが特に非常に軽く持ち運びができる点が際立っていた。優れたキーボードは他のウルトラブックと比べて際立っており、 デコボコの構造の質には安心させられる。わずかにバッテリーが増量されて、もう少し安い価格で買うことができたなら、私の好きなすべての薄いノートパソコンの競合相手となり得る。C ネットの他のレビューでニコラス・アーロンフーが記載するところでは、ギークにとってエコノミークラスで旅行中に使えそうな14インチのウルトラブックはたくさんある。これらはバックライト付きで、 耐水性のあるキーボード、側面にあるポート、見やすい角度、トラックポイント、タッチパッド、生体認証を含む。これは、かわいそうな親戚のレノボアイデアパッド U410 とは違い、ユーザーを切り替えることなく、休止状態に移ることができる。X1 カーボンタッチの SSD のパフォーマンスについてインギャジェットは次のように述べている。この機種は起動までに11秒ほどかかり、 これは Windows 8の同じクラスの PC と同様である。我々は SSD が読み書き速度がともに非常に素早いことが分かった。我々は SSD を搭載したウルトラブックを試す最後の機械だと気づいた。インギャジェットのレビューでデーナウオルマンは次のように述べている。このノート PC は人間工学に基づいた最良のキーボードとタッチパッドの組み合わせを持っており、 赤いポインティングスティックでさえも特徴として見なされない。私たちはこのデザインに夢中になった。また、蒸気の長所とは別に、X1 カーボンタッチは14インチのタッチスクリーンを持つ機種としては非常に薄く軽量である。このディスプレイは狭い視野角のため我々のお気に入りではないが、しかし少なくとも 1600X900 のものとしてはよくできている。 X1 カーボンのレビューでワイヤードは下記のように記載している。レノボはユーザーが実際に気にすることを忘れていなかった。スピーカーは印象的でドルビー公認である。キーボードはバックライトがついていて十分使いやすく、タッチパッドはこの PC に含まれるカーボンのため岩のように硬い。ワイヤードの最終的な評価はパフォーマンス、携帯性。 持続性においてエクセレントであり、キーボードも最良の評価で興奮させられるものであった。2014年の第4世代の X1 カーボンの特徴は、インテルプロセッサーとファンクションキーが常に配置してある、アダプティブキーボードである。ホームキーとエンドキーが、キャップス、ロックキーに取り替えられており、キャップス、ロックキーを使うには、シフトキーを2回押す必要がある。デリートキーも、 同様に配置が変更し、バックスペースキーの上にあったものが、バックスペースの右に変わっている。ピーター・ブライトは、アルステクニカで次のように批判している。レノボが名付けた、アダプティブキーボードを採用した X1 カーボンは、完璧に近いが、キーボードは、標準のものではなく、デスクトップ、シンクパッド T410 のキーボードや、ヘリックスキーボードと比較したとき、使用に適さない。 タイピストと同様に彼はファンクションキーがなくなったこととキャップスロックの仕様が変わったこと、ホームキーが取り替えられたこと、小指のキーが移動したことに失望している。2015年の X1 カーボンは2560、1440のディスプレイを備えている。レノボは2015年のモデルからトラックポイントの下の独立クリックボタンが復活した。指紋認証は キーボードの右側にあり、Windows でログインするのに使える。ノートパソコンをレビューしている雑誌のマークスプーノアーは次のように記載している。シン n パ p a d X1 カーボンは最も優れているビジネス用のウルトラノートブックの一つです。一方値段の面からは1754ドルほどで、長時間のバッテリーや快適なキーボード、良好なパフォーマンスなどの私が、 ノートパソコンに求めているすべてを揃えることができる。X1 カーボンのデザインはあまり斬新なものではないが軽く乱雑な利用にも耐えられる。しかし SD カードのスロットがないことは悩ましい点でまた14インチのディスプレイをより明るくしてほしかった。2016年1月、コンシューマーエレクトロニクスショーにて、レノボは4代目の X1 カーボンを発表した。 2017年1月、コンシューマーエレクトロニクスショーにて、レノボは5代目の X1 カーボンを発表した。このモデルは 1.14kg で15.5時間ほど稼働できるバッテリーを搭載し、値段は1329ドルからである。このモデルから銀色のモデルが新たに用意された。リコール2017年11月1日までに、 製造された第5世代のシンクパッド X1 カーボンはリコールされた。製造中にネジがラップトップの中に残っておりリチウムイオンバッテリーをショートさせ加熱して故障する恐れがある。アメリカとカナダではリコール前に83,500台のリコール対象のノートパソコンが発売されていた。2018年1月コンシューマーエレクトロニクスショーにて レノボは6代目の X1 カーボンを発表した。このモデルは8代目のインテルコア i5、i7 プロセッサー、16GB までのメモリ、1TB までのストレージを搭載できる。X1 の文字は背面に描かれている。シンクパッドのロゴは銀色から黒に変更された。ありがとうございます。